はい、はじめまして、俺が抑止力だ、今でも通るぜ、これは録画、人がいて俺は撮影をされてる、だけど今革命をしてる、革命をしてない、どっちでもいいや、言葉に惑わされんのも飽きた、誰がリーダーで誰が兄ちゃん、そんなこと知らないけど俺がいいじゃん、一番最高なんだ今、わかるかね、ここで俺は暇、2年間ぐらいしてきたけど俺はいるぜ、ここで最上駅じゃなく小松駅、こんな感じ焦がすべき、今でもそうだ、飛ばす、今ここでやるしかねえだろ、つまりボイルド、ハードボイルド、それも飽きた、いや飽きてねえけど、それで俺はいろいろ影響感化されまくったけど何にもねえぞ、だからここでイエーオ、北方健三、自分の言葉で揺らすバディエンソール、よ、揺らしながらやる、ここ2019年いろいろなことがあったな、いろんなやつ本当に多かった、たくさん作ったよ関係、でもそれは安全とは言い難かった、全て捨てちまったぜ、俺のそうだリフレイン繰り返すが、だけどそうだ俺は国に帰るか、いや違うんだよ、ここらで状況変えるためにやるよ、状況自分の言葉でやるよ、即興、ああ、ごめんなみんな、ごめんなみんな、こんなろくでもねえ男でごめんな、喧嘩もしたし、俺はどこでも喧嘩ふっかけた、男も女見境なく、よ、腹立ったら怒っちまった、そういうもんだ、光と闇両方味わった体験してきたぜ、何を再現するかはわからない、何が大変よ、俺はもう全て社会とかどうでもよくなった、だけどもそうだ、今日今朝新聞見てきて怒りが湧いてきた、抱いてきた、女の数も少ねえ、だけどマイペースにやる、それも飽きた、グダグダやんなよ、だから証明、俺たちはかける、黄色いションベン、 Yo、 やるしかねえだろ、ここで見せなきゃダメだ、ノックアウト、もういつまで経っても俺は格闘、一つ猶予、今まで猶予あったけどそれは違え、自分が今一番強いものと戦え。